新鮮安心いなるフーズ。六条大麦の栽培がいなべ市で始まったのはおよそ10年前。いなべで生産される大麦は品質が良いことで知られています。また香ばしくて粒ぞろいが良いことなどが評価され、こだわりの地域特産品として県の認証も得ています。平成12年からこのいなべ JA いなべ管内では大麦を約6名ぐらい当院長を混ぜて試験的に作り始めて、それから本当に3年ぐらいはもうその他の利益には全然ならんぐらい、今でこそこうやってして三重県でいなべ産の大麦っていう格好で知れ渡ってはおりますけども、初めの時はものすごく苦労しました。この辺で大麦の産地と言われると、滋賀県とか福井県なんかが作っていますけども、今は三重県でいなべの大麦というのものを産地として認められて、全農通じて宮博通じて、いろんなところへ流れていくわけですけども、そういう中で今いなべっ子で六条大麦の麦茶として、それを手駒銘茶センターで加工していただいております。年々収量も伸び、いなべ市の昨年の収穫量は636トン。品質にも自信があります。麦の場合は麦にタンパク質があった方がええもんで、そのうまく麦の実の中に、タンパク質が残るように、すなわち麦が大粒な麦になるように心がけております。いかにしていい麦を生産して信用を得るかってことは、そのグループ仲間みんなの思いやと思います。六条大麦が今年も品質よく取れました。冷たい麦茶でどうぞ。